一晩でまた兵が減ったな。ですがもうすぐ岩殿城です。そこで味方と合流すれば再起も図れましょう。ああ、ご忠臣、岩殿城は織田に寝返り、この先で敵が待ち伏せ中。バカな、こうなれば取って返し信長公の首を。待て、天目山へ。山を砦にして戦う。兄上。皆の者、勝頼様をお守りし天目山を目指すぞ。こんな時親方様ならどうなさるだろうか。怪我をしているのか。いいえ、こんな傷唾つけとけば治ります。気をつけてくれ、厳しい戦になる。に踏み入り、お救いくださるとは、かたじけない。勘違いするな。道を遮るクズどもを追い払ったまでだ。その義の心、惚れたぞ。義とは、弱き者に寄り添い、その力となること。乱世に揺るがぬ精神だ。信じられぬか。ならば、この戦で義の力を証明しようではないか。誓おう、直江兼続、真田幸村。石田三成。我ら共に敵を打ち破り、義の勝利を手に入れん。逃しはせぬか。さすがよな。いいな、やめよ。ですが、最ある和光度を失うは猪本の損失。余はいつまでも乱世ではない。いずれ太平の世となった時に猪本を背負って立つ若い力がいる。それが誰の天下であれな。いささか気が強い娘だが、気立てよし、気量よし。お主にどうだ。は、あ、殿。まだまだ死ぬわけにはいかぬようだ。太平の世を築くまで。これほどまでに手間取るとは、俺の失策だった。すまない。一人ではなせぬことも力を合わせればなる。弱き者に寄り添うのが上杉の義だ。俺が弱いというのか。弱くなどありません。三成殿は信念を貫いて戦っておられる。頼もしいではないか。これからも世に不義がまかり通ることがあれば、心を一つに立ち向かおう。
行かないのか。大声で理想を語るような生き方をしてこなかった。お前こそ行って肩でも抱いてやれ。三成は豊臣の世しか見ていないのだな。私は誰の天下になろうと守っていかなければならない。三成殿が我らの助力を求めている。すぐに出陣し徳川軍を止めましょう。兄上。三成には答えられん。真田は徳川につく。兄上。三成の志はわかる。だがそれだけだ。戦には勝てん。家康殿は三成以上。勝ち目がないから友を見捨て強者に寝返ると。それでは真田の意地が立ちません。意地を曲げても守らねばならぬものがある。物の不が意地を捨てて何が残るのです。武田や織田の行く末を思い出す。家がなくなれば物の不ですらない。魂があれば戦える。三成につけば死ぬと言っている。それぞ本望。雪村。信行様。兄上、許してください。私には意地を貫くことしかできません。たとえ兄上と敵味方になろうとも。雪村。ご武運を。雪村。戻れ、雪村。いいな。下がっているんだ。こうなることは分かっていた。それでも私はお前を止めてみせる。兄上。家康様のもとへは行かせぬ。通してください。そうでなければ私は。雪村、来い。勝負だ。この日が来ることは知っていた。覚悟はできている。花と散るはこの雪村の役目なれば。兄上、真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村。雪村、来い。勝負だ。
家康様のもとへは行かせぬ。通してください。そうでなければ私は。雪村、来い、勝負だ。この日が来ることは知っていた。覚悟はできている。花と血はこの雪村の役目なれば。兄上、真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村咲かせた花、私が守っていこう。